小風亭主楽と申します。私正座ができませんので、あぐらで一席務めさせていただきます。今世の中、詐欺というものがいろいろと横行しておりますね。オレオレ詐欺とか還付金詐欺とか、架空請求金詐欺とかギャンブル詐欺とか、交際斡旋詐欺とか、最近は、なんだ、なんだっけな、最近はフィッシング詐欺っていうのが、横行してます。私のところには毎日メールがもう15件とか20件とかもじゃんじゃん来ておりましてね、思ったもんですけどね。まあ今も昔も、騙すやつがいて騙されるのがいる。徳さんこんにちは。こんにちは徳さん。誰だい、なんだ、あっちじゃねえかい、なんだよこれ。徳さんにお願いがあってきたんですよ。実は今朝神さんに言われて台所を片付けてたんですよ。で水がめをどかそうと思ってひょいと持ち上げたらつるっと滑って落っこっちゃって水がめが割れちゃったんです。神さんが水がめがないと困るから買ってこいって言うからね、あい分かって行ってくるって言ったらね、神さんがお前さんは昔から、買い物が下手だから絶対に一人で行っちゃダメだって言うんですよ。で、徳さんと一緒に行ってもらえ、あの人は昔から買い物が上手だから、あの人で行けば間違いないって言うんでね、徳さんにお願いなかったようなわけなんですよ。徳さんはねやっぱりね買い物が上手で、そのように人間がこすからしくてずうずうしい時だったんですね。だからよろしくお願いします。話は定義分かったよ。おめえの神さんが俺のことをそんな風に思ってんとは知らなかったな。何が、何がじゃねえや。おめえの神さんが言ったことを鼻からしまいまで言ってみないよ。だから買い物が上手だから。そこはいいんだよ。その後で人間がこすかしくてずうずうしい。そこにいたの？誰と話をしてんだよ、呆れた野郎だな。まあおめえみたいなめったい野郎に言われても別に腹立たねえや。分かった、水亀海軍の人に付き合ってやろうじゃないか。でおめえのところのおめえさん、ここになんか大事なこと言ってなかったか？大事なこと？あ、思い出した。今まで使ってたのが1回入りの小さな水亀で、どうせ買い替えるんだから2回入りの大きな水亀を買って、水亀を買ってこいってね、こう言われました。今まで使ってたのが1回の小さな水がめで、買い替えるんだから2回の水が大きな水がめってことだな。で、おめえのところでどっか馴染みの瀬戸物屋となるのか？そんなものない、一件もない。だったらこの買い物、すべて俺に任せろよ。いいか、お前は一切余計なことをしゃべるんじゃねえぞ。分かったな。おそこに天秤棒が立てかけたんだろう。お前それちょいと持ってけよ。天秤棒なんかどうするの？どうするってよ。何かいい買い物をしようと思ったらこっちからそういうものは持ってるんだよ。じゃ行くぞ。じゃついてこい。おい、この辺りがな、瀬戸物屋がずらっと軒を並べてる辺りだ。どこの瀬戸物屋でもいいから買えばいいってもんじゃねえんだな。こうやって瀬戸物屋を眺めてよ、なるだけ人の良さそうなやつがいるところで買おうじゃねえか。おい、あそこを見ろよ。主だか番頭だか知らねえけど人の良さそうなの立ってやがる。じゃああそこで買おうじゃねえか。いいか、さっきも言った通り、お前余計なこと一切喋るんじゃねえぞ。分かったな。おう、ごめんよ。あ、いらっしゃいませ。何かお探し物でございましょうか？お弁当、水がめあるかな。ありがとうございます。水がめでございましたらこちらにございますんで、どれでもお好きなのをお選びください。おう、これかい。で、いくらだよ？はい、さようでございますな。これだけセットもなんかちょっとと軒を並べてるところをずっと通り越して手前のところの店をお選びくださったこと、それからまたお客様とこれからがお顔をつなぐってこともございますので、手前どももぐっと勉強させていただきまして、いかがでございましょう。こちらにあります1回入りの小さな水がめを3円50銭、あちらにあります2回入りの大きな水がめを7円でお買い上げでいただきたいございますが、いかがでございましょう。なるほどね。この小さな1回入りの水がめが3円50銭、あっちにある2階の大きな水が7円だな。で、俺はおめえに改めて聞くなよ。これだけずらっと瀬戸物屋が軒を並べてるところを俺たちがずっと通り越さねえでやってきて、おめえの方でも顔をつながねえ勉強もしねえってことだと、この水がめいくだな。そうなりますと、この1階の小さな水がめが3円50銭、2階の大きな水がめが7円、まあ、変わらねえじゃねえかよ。そして負けてくんねえかよ。そうおっしゃいますが、水がめというのは大層儲けの少ない商いでございまして、できればその値段でお買い上げよう。まあそういうなよ。じゃあこうしようじゃねえな。おめえの方でこの水がめちょいと値段負けてくれたら、俺は長屋に帰ってみんなにこう言うよ。
え、あそこの瀬戸物屋はいい瀬戸物屋だ、主は愛想が良くて勉強してくれる。え、俺がこう言ってみなよ、長屋の連中はどう思う。あ、じゃあ今度瀬戸物を買うときはあそこの瀬戸物屋にしようって、そういうことになるじゃねえかよ。え、だからよ、え、損して得を取れるってことを言うじゃねえか。だからな、この小さな水上3円50銭50銭なんかスパッと切ってよ、3円取らねえか。わかりました。え、じゃあ3円でお売りいたします。え、徳さん、徳さん、かかあが言ってたの2階の大きな水上だよ。いいんだよ、お前黙っと。え、あ、いやいやいや、なんでもねえんだよ、こっちもの話なんだ。じゃあ3円でいいんだな。え、じゃあ3円ここに置くからな。おお、あ、どうもありがとうございました。それでお小僧さん、この水亀担ぎやすいように縄からあげてくんねえかな。なーに、天秤棒はこっちで持ってきてんだよ。値段まくといてもらって、ね、運んでもらっちゃ申し訳ねえだろ。俺たちで持っていけるからよな。おお、もうできたかい。おお、じゃあ行くぞ。おめえ先棒担ぎな、俺は後棒が担ぐからな。お、よいしょ、重いから気をつけろよ。はい、じゃあどうもありがとうよ。あ、どうもありがとうございました。くれぐれも長屋の皆様によろしくお伝えください。いいから早く歩けよ。え、徳さん、かかあが言ってたら2階の大きな水亀だよ。小さな水亀なんか持ってったら今日どんなひどい目に遭うか。ぐつぐつ言うんじゃねえよ。え、全て俺に任せろって言ったじゃねえか。いいか、こうやって担いでたらな、はいずれこの1階の小さな水亀が大きな水亀になるんだよ。え、育つの？ぐつぐつ言わねえで。え、ちょっとそこ行ったらそこの角右曲がれ。え、ほんでな、またその角行ってその右曲がれ。え、そしてな、またそこ右が。徳さん、そんなことしたら元のあの店戻っちゃうよ。いいんだよ、あの店に戻るんだから。え、よし、着いたな。よし、下ろすぞ、気をつけろよ。よいしょっと。おう、ごめんよ。いらっしゃ、おや、何かお忘れ物で。ああ、嬉しいこと言ってくれるじゃねえか。え、何かお忘れ物でもっていうところを見ると、おめえ、俺たちの面覚えてるのか。覚えてるも何も、今お買い上げくだすったばっかりで。そこなんだよ、間抜けた野郎連れてしまってよ。店出たら小さな水がめじゃなくて大きい方の水がめだってんだよ。だから大きい水がめもらうじゃねえか。どうもありがとうございます。で、大きい水がめってのはいくらだったかな。大きい水がめは小さい水がめの倍の。お客様、手の込んだ買い方をなさいますな。本当はこの大きな水がめ7円なんでございます。でも先ほど3円50銭の小さな水がめを3円で売りしましたので、そうすると倍の6円ということになってしまう。値引き幅が1円になってしまう。わかりました。え、もう今日は私の乾杯です。え、もうこれで6円で売りしましょう。おかえ、すまねえな。で、おめえに相談なんだけどもよ、せめえ長屋の台所に水がめが2ついらねえんだよ。え、少し値段が光っても文句言わねえからよ、この水が一つくんねえか。そういうことでございましたら、え、値段を低いようなことはいたしません。いや、今もう一度もお使いになったことはなってございませんし、すぐにお戻りになったんですから、3円でそのまま引き取らせていただきます。悪いな。でな、勘定なんだけどよ、さっき俺が置いてった3円というのはまだそこにあるんだよな。はい、こちらにございます。まだしまってございません。それでおめの方でこの小さな水が3円で引き取ってくれるんだよな。はい、さようでございます。ということは、さっき置いてった俺の3円とこの小さな水がの3円で6円ということになるんだよな。はい、あ、そう、さようでございます。ということは勘定はこれでいいんだよな。どうもありがとうございました。おう、ぐずぐずね、早く行くぞ。え、ぐずぐずね。兄貴、1階の水亀が2階の水亀バカだね。ぐずぐず言わないと取り下げて。あ、ちょっとお客様、ちょっとお戻りください。ちょっとお勘定のことで。勘定はどうしたんだ。え、ですから大きい水亀は小さい水亀の倍の6円でございまして。それは聞いて知ってるよ。で、先にいただいた財源はこちらにあるんでございます。花に俺が置いてってやって。で、残りの3円はどういうこと。どういうことを言って、おめえの方でこの小さな水が3円で太ったんだろ。3円と3円合わせて6円じゃ。さようでございました。私、この小さな水亀のことをころっと忘れておりました。どうもおやめはお手数かけ失敗しちゃって申し訳ございません。どうもありがとうございました。じゃあいいんだな。あ、
どうもありがとうございました。おさっさと行くぞ、ぐずぐずむね。ちょっとお客様、もう一度お戻りください。ちょっと勘定のことで。だから勘定がどうしたんだよ。ですから大きい水がめは小さい水がめの場合の66円でございまして、それは何度も聞いて知ってるよ。で残りの3円が何かモヤモヤなんか峠道に霧がかかってはっきりしないんでございます。はっきりしねえな、おめえの方じゃねえかよ。おめえの方でこの小さな水が3円で来るんだろ。じゃあ3円と3円合わせて6円じゃねえか。そうなんですが、だからよ、この水がめがあるんだろ。お前はこの水がめは水がめだと思うから勘定がややこしなんだよ。この水がめを、だからお前が3円で引き取ったんだ。だから3円になるんだよ。だからこの水がめは3円、水がめじゃなくて3円と思えば鼻から取ってことはねえじゃん。いえ、私はこの水がめは水がめにしか見えない。しょうがねえな。いや、そろばんもしないよ。はい、そろばんを使いってんだよ。そろばんですか。この程度の感じだとそろばんなんだ。わかんねえから使いってんだよ。そこまでおっしゃるんでしたらそろばん持ちますけど、この程度の感じだとそろばんなんぞ。そろばん持ちました。だったら俺の言う通り入れてみろ。花は俺が置いてった3円がそこにあるよな。それをそこへ3円そろばんに入れてみろ。入れました。でおめえの方でこの小さな水が3円で引き取ったんだろ。だからその3円をそこに入れてみろ。入れました。いくらだ。100円なんでございます。あったらいいじゃないか。勘定は確かに合ってるんです。勘定は確かに合ってるんですけども、私何か飽きないをしたなっていう充実感がないんでございます、ね、何かまとめをたたとえを飽きかずのような一末の寂しさが。何を言ってんだよ、3円と3円で合わせて6円じゃない。もう一度やらせていただきます。花いただいた3円はすんなりここに入るんでございます。問題は残りの3円をここに入れていいかどうか悩みの種。何を言ってんだよ。花、俺が置いてった3円がそこにあるんだろ。だからそれまた入れてみろ。入れました。でおめえの方でこの3円、小さな水が3円でしとったんだから、その3円入れてみる。入れました。いくらだ。3円か6円なんでございます。だったらそれでいかないよ。そうなんでございますが、なんかこのそろばん壊れてるようですね。佐々木氏、奥の方から、大きいそろばん持ってきなさい。このそろばん壊れてる、そうそれ程度のこのくらいの大きなそろばんだったら間違いありません。ちょっと待ちください。まず3円、この3円をここに入れます。で、この小さな水瓶の3円をここに入れます。6円。おかしい。なんだか私納得がいかないんでございますけども。おい、何を言ってんだよ。おめえ、俺たちが勘定をごまかしてるっていうのかい。おい、じゃあ警察呼べやじゃねえかよ、このボケなす。ちゃそう、ポン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 言わないで。私も頭がこんがらがってるんです。ちょっと今頭整理しますけど、この水がめはもともと牛のものなんだございます。で、この水がめをお客様に渡したんで、所有権をお客様の方に売ったんでございます。で、3円がこちらに入ってきて、で、その後はまたこの水がめを引き取ったんで3円をお渡しすることになって、で、この水がめはいずれ3円で売れるのに、あれ、そうすると9円になってしまう。あれ、いやー、おかしいな、なんだかわけがわからなくなってきてしまいました。おい、いい加減にしてくれよ。おめえ、ここ店出してまだ間もねえのかよ。私、ここ店出して38年経ちますから。38年、38年も出したら3円と3円合わせて6円の計算ぐらい完成できねえのか。これ間抜け野郎、間抜け野郎。お客様、知っていいことと悪いことはございません。私だって生身の人間なんです。その日によって感情のしやすい日としにくい日があるんです。私この店で38年、こんなに感情のしにくい日は初めてです。おまけに私、一週もここ一週間お通じがないんでございます。頭がもやもやして、お腹が張っちゃって、もうなんか訳が分からない。いやよ、こうしようじゃねえか。もう計算をやめてよ。な。で、一つ一つ確認しておこうじゃねえか。な。
花を俺が置いてった左縁がそこにあるんだろ。まず左縁をそこに置いてみる。置きました。で、おめえの方でこの小さな人が左縁で引き取ったんだろ。だからその左縁をそこに置いてみる。置きました。いや、いくらになってる。3円と。3円。6円でございました。ガテンが行きました。おこれでなんか目の前とかパッキリしました。どうも何度も人見知り申し訳ございません。どうぞその大きな水瓶をお持ちになってください。知恵を絞って水瓶を買う、これがいわゆる亀の甲より年の甲。